今後ともつけです。今回は、ハイカイジュっていう、海外ではなくて、日本のホラーゲームをね、やっていこうかなと思いません。今回、このゲームの説明なんですけど、主人公が、女の子です。よーし、やっていこうか。早くここから出なきゃ、出なきゃっていうか、出なきゃっていうか、もう外出てるからな。このゲームは、左上にある、オブジェクトを、5つ集めるんですよ。で、5つ集めて、お供えをすると。もう書いてあるね、真ん中に。めっちゃわかりやすい。よーし。まず左側から行こうかな。結構綺麗だな。グラフィック意外と綺麗じゃない？なんかバグってるんだけど。バグってる。なぜかバグってる。ちょ、左側からね、あ、光ってんね。なんかオーラが放ってる。なんだあれ、化身か？覚醒すんのか？覚醒初号機だ。一回ちょっと左側から探索しますね。で、一気に潰していこう。多分ね、このマップね、広いんですよ。お、自販機あるね。何買う？俺、あやたか茶がいいな。あ、あるじゃん、あやたか茶。16茶だっけ、これ。あ、コーラも売ってんね、ファンタ。あ、コカ・コーラのこれいいよね。いいなぁ。まだ多分ね、お化けは来ないんで。うわぁ、べぇべぇべぇ誰？女の子じゃん。なんか、キャリーパミパミみたいな。なんか、服装と、顔、この感じは、なあ、このか、陰気な感じはもう、完全に偏見で喋ってるわ。ごめんね。あ、ここ行く。狭すぎるかな？狭すぎた原爆しちゃう？左側に、青いやつが、赤いやつがあったんで、あ、あるね。これ一回取るか。で、これを集めて、お供えすると、バルス天空の城で行くんじゃん。急に。急すぎるだろ。あ、どっか行ったね。ある程度負けると、あれですね、襲ってこないんですね。あー、また来てるね。あの子来てるね。え、ラコちゃん。君んとこ行きたいんだけどね。ぜひとも。あー、右側で巻いてもよかったな。巻き戻してもよかったな。え、ラコちゃんが、来てるんで、こいつって何人かいるのかな？この子って。あ、ある程度、負けたら、まあ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 、こいつ、ちょっと待って、進めないから、一向に進めないから、ちょっと巻いてみるわ。よし、オッケー、完璧。ちょっとカクカクしてたけどね。カクカク、しかじか、四角いムーブだったから。オッケー。んで、あー、左側、あっち行けばよかったな。ちょっと真ん中行ってみる？左から潰すって言ってさ、全然潰せてないけどね。で、この色のついた、こけしは赤だったと思うんですけど、緑とか、いろいろ色があって、神社の色も同じ色なんですよ、オブジェクトと。なんで集めていくと、なんかいろいろ見えたな、今。黄色と緑が見えたと。これちゃんと覚えとかないとさ、間違えてお供えしそうだよね。あ、あるね。なんだ、金玉袋？あ、あるね、あの、猫ちゃんが。はい、これで赤と黄色ですね。上から数えて赤と黄色。なんで数えた？なんで数えた？数える意味ないだろ。左側。あ、左側なんもないね。あー、来てる。あー、いろいろ、なんかオブジェクトだけ結構ゲットしてんな。まだ青とかがゲットできてないからね。これなんだ？あ、市松人形あるね。あやめろよ。マジびっくりするから。あ、これお供えできる。てか何色か忘れたんだけど。あ、早くお供えして。お供え。早く。あ、ば、え、え、え？違う。違うじゃん。こけしじゃん。なんだ今の静香ちゃんみたいな声は。はい、とこでね、2回もやっていきまーす。いやー、ちょっと待って。間違えたわ。焦ってて間違えた。ちゃんと覚えてたんだよ、俺も。ちょっと左側から行くよ、さっきみたいに。同じルート行ったらさ、ちょっと喉乾いてきた。やばい、喉痛い。この季節風邪ひいたらちょっと怖いからな。お茶持ってきてない。やばいぞ。大丈夫か？俺の精神的ダメージが、喉的ダメージと体的ダメージがでかいぞ。あの赤を取って、さっきと同じルート良さそうだね。なんかなんとなくだけど。そんな感じしない？奥に、青があると。青い神社が。で、ここでバルスが来ると。バルスっていうかもうこけしなんだけどさ。バルスが来ましたと。で、左側行きます。誰だあれ
誰？スタってんだけど何？おーぼぼ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 、な、誰？なんだお前、なんだお前、早くない早くない、あ、ぼぼ、え？静香ちゃんのエッチ、誰だあの男は。男かもわかんないけど、なんか三つマングローブみたいな顔しやがって、やばいぞあの顔。どうしよう、え、あれ早くない？早くないあいつ、なんだあいつ、一回帰れって、今自粛中だぞ、徘徊すんな。あいつはちょっとマングローブ、マングローブって名前で、でヘラコちゃんはあの服着た子ね。あいつ服着てんのか、全身白タイツだな。服着てる子がヘラコちゃんなんで。そうか、マジか、やられる。でバルス取って、一回戻るか、左行ったらね、あいつ多分ねリスポン位置同じだと思うから出てくんじゃないかな。そうだよね、初見の時もこれ一回戻ったもんね。で奥行ったね確か。で、あ、ここ探索できてなかったのか。こっちなんかある、あ、女の子いるね。あ、でも引き色あるな、取りに行きたいな、せっかくだから。ちょっと一回こっちに引き寄せて、え、バルスで、あのリスポン位置が同じだったら、こっから女の子が、あ、来てるね、同じだね。あっこに黄色があるから、ぜひとも取りに行きたいんだけど、いる、あいついる、あいつに会いたくないんだ俺は。左側にあれだね、あの人形が結構あるね、人形っていうか物があるね、ちゃんとこけしをあの赤い神社に届けたい、マジでそれはやりたい。なんかめっちゃ聞こえる、あぶねー、あぶねー、ちょっと後ろ振り向けない、ちょっと怖い怖い、ちょっと待って、怖い怖い、え、行き止まり、あいつだけを取って、あ、待って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 、なんかすごい氷結みたいな音鳴ってるん。あ、問題のやつがいる、あいつねピーってなるから、みんな気をつけて。薄くないお前、めっちゃ、よしよしよし、取って、いやこれ結構後ろ来てるから多分お供えできないぞ、できないぞ。あ、いるいるいる、ちょっと待ってこれダメだ、え、どうやって巻こう。あー、女の子も来てるけど、女の子は割と大したことないから、いやーこれ一回巻いてからお供えしに行った方がいいね。果たして負けるのか、危ない危ない危ない、3人集まった、 3人全員集合、全員集合。待って、違うボタン押しちゃった、違うボタン押しちゃった、止まった、待って、負けるか、一回巻きたいな、これは。マキトンさんだ、いきますよマキトンさん、これ行っちゃう、もう行っちゃうわ俺、これこのまま多分負けなそうだから、よし行くぞ、いける、だ、あ、間違えた、バカ、間違えんな、こけしだぞ俺、こけし、よしよし、来た、赤に光ってんね、よし、この感じをがいいと、よし、とりあえずお供えできました。で、一番上の一松人形が何色だっけな、え、なんだっけ、緑とかだっけ、緑だったね。で、招き猫、え、君そっからリスポーンすんの、君そっからリスポーンすんの、マジで言ってんの、守り神じゃん、俺が絶対来ること分かってるからさ、俺がそのさ、アイテムゲットしないとクリアできないこと分かってるから、あんなとこでリスポーンしたの、ひどいなそれ、すごいなんかオーラも当たってるけど、かっこいいな、なんか赤色っていいよね、ほんと俺も好きなんだけど、いや来てるな、どうしようか、もう完全に本当にこのさ、ライトが意味ないからさ、これ右行きすぎたら確かね、積む気がする、確か積む気がするから、途中で曲がります、曲がりんごして左に曲がりんごします、左曲がり、右折、左折します、んで、そっから
負けてないな、まだ全然。一回これ取りますね。この、誰だお前。ひな人形、ひな人形を取って、ひな人形は紫。オッケー、完璧。緑色は市松人形なんで、これは置いてきまーす。よーし、来たぞー。市松人形置きまーす。はい、終了でーす。来てるねー。あ、つっかかってる。つっかかってるって言えなかったぞ、俺。君は大丈夫。君は真正面から来ても大丈夫なんで、左側行きまーす。いいぞか、サクサク実況者みたいになってる。左やめとこうか。ちょっと怖いね、あれ。あの状況じゃ。広いとこ行こう。最初は安全性考慮して、行った方がいいね。で、多分、こっち行きすぎたらダメだから、え?やったかもしんない。やったかもしんない、これ。負けないか。あ、大丈夫だ。バカでよかった。バカでよかった、ヘラコちゃん、バカだな、君。本当にバカだね。俺が積むことを知らずに、一人で。俺がバカなことを知らずに。あ、奥にいるね。あの、危険な子がいる。ダメ。それはダメ。ひでえぞ、お前ら。こっち。いやー、ちょっと待てよ。一回こっち行くわ。あ、あいつ来てないね。途中で、曲がれる場所あったら曲がりたいね。奥にいるんだけど、あ、ごめん、ちょっとマイク近くなった。すいません。んで、よし。いや、この辺りにあったはずなんだけど、だるまがないね、まだ。だるま落としがまだないんで。あとは、黄色い招き猫と、紫色って見たか、俺。まだ行けてない場所があるんだな、おそらく。もうちょっとね、あの、自粛中なんだけど、徘徊しないといけないから、俺は。あの、必要なやつはね、徘徊して大丈夫だからね。不必要なのは、ダメです。ダメですって言わないといけない。うごめも出てきたな。大丈夫かな?結構俺ね、時間これ、取ってるから、もうやだ!行き止まりは、聞いてない!いやーマジか、ちょっと待って!引き寄せの術できる俺。いや、俺ね、フェイントで具志堅に勝ったことあるから、いいぞ!近い女は、まつげ。あ、待って、危なかった。ポケモントレーナーびっくりだわ、あれ。モンスターボール投げたら、どっか行っちゃったみたいな。意味わかんないな。ボーマンだが火吹かないぐらいやばかった、今。よし、来たぞ。で、この、エナジーバーストしてるやつを、一末二を取ります。で、こけし飾ります、ここに。あっこからリスポーンしたからな、あいつ。あいつマジで許さねえぞ。で、人形置きます。よし。で、あっこにもね、紫色の、ブツがあったんで、あれを、しっかり、回収していきましょう。あ、しかも、あれ、ジンジャーエールあるんで、ここで、飾ることが、できるんじゃないか。敵も来てないしね。いかんせん、まだね、紫がね、え?置けてない。え?待って。置けてない。よし。いかんせん、まだね、紫が、あ、来てる。あ、待って。一回回る。危なかった。危ないかった、今。あ、女の子まだいる。まだ女の子いるね。はーい。さようなら。あなたはもう、興味ありません。よーし。で、だるまは多分左側にこっちあるのかな?でも左これ確かね、行ったら積むんで、行きたくないですね。あ!なんか透けてんぞ。腰あたり透けてんぞ、こいつ。あ、なんかいたね、今。あいつ早いやつか。早いやつ言ったな、今。早いやつ。あいつにはあんま出くわしたくないな。左側まだ行ってないよね。だよね。まだ行ってないよね、左側。多分行けてない場所が割と多いんじゃないかな、俺は。同じとこ多分ぐるぐるしてるんで。ちょっとチャレンジしてみるか。ここら辺行ってみたりする?
青色まだだからな、俺持ってないんだよな。あー、もう一回戻ってみて一段ずつ探索していくのが一番いいと思うんだけど、ミラーがちゃんとミラーの働きしてたのがちょっとびっくりした今素晴らしいな、ミラーとしての役割が。あんまりね、俺は奥に行きたくない。なぜかって積むから積んだらマジで辛いから俺も。あ、あるんじゃない？来た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 、あれ黄色じゃん。いいぞいいぞ、来てる。今んとこ一番進んでるぞ。で、ここが、ここ黄色だね。よし、完璧だ。黄色は、猫ちゃん。やば！んだお前、こっち見やがって。こっち見やがって。あ、来てるの、女の子。だるまをちょっと探さないときついかもしんない。あとさ、パープルがないんで、パープルがこちらもないね。パープルがないんで、パープル探しに行きます。お、あるぞあるぞ。上の方上がってったら紫が見えた。来た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 。いいぞいいぞいいぞ。ここだね、ここだね。なんだあいつ、なんだあいつ、びっくりした。ここで、待って。よし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 、来た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 。いいぞ。ばあ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 、早い早い早い、ちょっと待って。スパンが早いよ、君。来るの早くない？あと、だるまだ、だるま。だるまを、あった、待って、来た。来た来た来た。来た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 。これを、ヒラマックス、ヒラマックス。ヒラマックス、よし、OK。よし、ここで氷結飲んで、お酒飲んで、あと右側にあったんで、右側だっけ？一回ちょっと怖いんで、こっち側行きますね。よし、これは慎重に行こう。いいぞ、クリアできるぞ、俺。これさ、ゲームのさ、ページ、ホームページ、公式のホームページって見たんですけど、所要時間が約10分から30分みたいなんですよ。絶対クリアできねえよな。絶対クリアできないと思うんだよな。上手い人だったらいけんのかな。まあ少なくとも俺は下手くそだから全然できないけど。あるんじゃないか。あった、青があった。よしよしよし、いいぞ。これをお供えしたら終わりなのか、終わりなのかな。これどうなんだろう。そこどこわかんないけど、後ろは、あ、来てない。よし、来た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 。あのね、運よくね、ミッツマングローブに合ってないんで、そこですね、俺の、勝因は。勝因っていうか、まだ勝ってないんだけどさ。これを、入れます。よし。扉が出現したで。したでってなんや。あー、待って、これ一回巻きます。巻き戻します。よし。はぁ、いけるいける。ゆっくりいけ、ゆっくりいけ。ゆっくりいけ。大丈夫、大丈夫。怖い、ちょっと待って、怖い。怖い、ちょっと待って、怖いよ、これ。本当に怖い。やられたくない。一回ちょっとあれですね。最初いたとこに行ってみるか。よし、こっちから行くか。上の方にね、初期スポーンがあったんで、そこら辺多分行ったら、なんか起きるんじゃないか？行き止まりじゃないよね。よしよしよし。ね、三つマングローブがいなかったら、割とね、割と大したことないです、割と。こう、扉ではないよな。あー、来てる。待って、ダメなんじゃないか。え、ダメこれ。嘘でしょ。ちょっと待って、え、なんか奥いる。あー、静かちゃん。ちょっとバグっちゃったんですけど、この徘徊時に出てくる女の子がちょっとでも可愛いなと思ったら、いや、ちょっとでも怖いなと思ったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。いやー、怖かった。